右手に尺を持つ平の清盛の石像尺とは、中国において、側体の着用の際、右手に持つ細長い板である。アフラマズダー神から、王権の象徴を授受される、アルダシール一世のレリーフ、中国発祥と言われるが、同様のものは、紀元前古代ペルシャアフラマズダーより王権の象徴を、授受されるサーサーン朝のアルダシール一世のレリーフや、壁画等で数々見られる。中国では、 官人が美貌として書き付けをするための板であったとされている。6世紀に中国から伝来し、日本では初めは朝廷の公事を行う時に美貌のため式次第、後に重要な儀式や神事に際し、持つ人の意義を正すために持つようになった。尺には造下製の騎馬尺と木製の騎尺とがある。大法律量においては5位以上のものは騎馬尺、6位以下は 木尺と決まっていたが、後に異界に関係なく礼服の時にのみ、木馬尺を用い、普段は木尺を用いるようになった。共神職が用いているのは木尺である。木馬尺は造形や祭角、木尺は一位や桜の木材を用いて製作した。長野軍祭によれば、平安時代中期には、長さ一尺二寸、上、高二寸七分、下高二寸四分、厚さ三分が、 基準の大きさであった。なお、使用者や用途によって、形が微妙に異なり、天皇は通常は上下とも、方形、神事には上演下方を用い、進化は通常は上下ともに、円形、形時には上方下演の尺を用いることになっていた。また、共演の際に音楽に合わせて、左に自己の尺、右に他者の尺を持って、右の尺で左の尺を打ち付ける。 尺拍子という即席の打楽器として使われることがあったが、後世にはより分厚く作られた表紙専用の尺が作られることもあった。尺の本来の読みはコツであるが、骨に通じて縁起が悪いので、これを因で尺と読むようになった。尺と読む理由には諸説ある。尺を持つ新職今日では、尺は新職が儀礼用として意義を正すために持つものとなっている。 明治以降の新職複製では、清掃が遺憾とされ、同時に取り物として希釈を持つことが規定された。女性新職の場合は、釈の代わりに扇を用いることもある。なお、一般の神社や宮中などの持ち釈は右手で釈を握る作法だが、出雲大社は両手で持つ伝統がある。また、出雲大社では、とっさの儀式で払い具がない場合に、釈を 左右左と振り、終末を行う、技法を行う。神職が尺を使用するにあたって、尺法が定められている。尺法には、ち尺、懐尺、桶尺、和尺、聖尺の五法がある。もともと中国発祥のものであるため、東アジア各国の歴代王朝にも同様のものが存在していた。ありがとうございます。